西部、山川穂高の近況がヤバすぎる、www。秘宝、山川穂高、続報なし。何してるんや。係争中に情報出るわけないやろ。普通に周期キャンプやってそう。三軍で、弾拾いや、謹慎させても守れるとは思えんから、目の届く範囲に置いておくしかない。週刊誌は7月へ打てたのに。風化するのを待ってワンチャン復帰か。書類送検されてどうなったの？検察が捜査してんの？こいつのおかげでオフは大盛り上がりや。いつの間にか、メキシコリーグとかでプレイしてそう。決定的な証拠がないから、検察は不起訴にしたいけど、世論が怖くて、発表できない。ひたすら風化するの待って、タイミング見計らって、発表ってとこやろな。オフに発表したら、めちゃくちゃ目立ってしまうから、その理論はないやろ。つまり今月か、来月中には発表やろな。すぐ発表されるやろ。いや、株主総会以降や。こんだけ発表されんってことは不起訴や。やけに時間かかりすぎやろ。起訴か。今ここ、世論がコロコロ変わりすぎ。こんな時間かかるもんなの？検察、オフにみんなを楽しませたろ。ここまで来たらもう示談って、線はないんか？被害者側が飲まんのやろ。身柄拘束してないから期限もないし、下手したら年内は動きないんちゃうか？遅い、あまりにも。西武ファンやけど、存在忘れてた、www。